ボール半個、ボール1個高く来たものを、はい、捉えられるかですよ。そうですね。これ4番バッターへの声援すごいですね。ですね。さあ中田右に持ってきましたが、これも距離が出ないが、さあ逆に面白いところにファウルグラウンドです。ファウルグラウンドです。ただ中田も、まあ、スイングはしっかりしてるんですけど、微妙にこう外されてるってのありましたよね。今月中盤あたり、まあ、ここ10試合ぐらいですかね、はい、ミスショット多いですよね。あ、確かにね。まあ、それというのは何か理由ってのはあるんですか。ね、連敗してましたし、はい、俺がやらなければという使命感なのか、調子が上がってきたからこそね、しっかりミートを心がけてほしいんですけど、はい、ちょっと周りでね、アブレイ選手がホームラン打ったりとかすると、ちょっとスイング大きい加減、大きめになってるかなと。はい、まあ、よく言われるのはそこまで振らないでもっていうのはね、はい、言われる中田選手ですけど、まあ、それも持ち味なんですけどね。そうなんですけどね。まあ、でも3割2分以上の打率っていうのは立派ですよ。今年は率いいですもん ね、 ね、率がいいから最近ちょっと湿ってるかなっていうようなことになりますけど、十分働いてくれてるんですよね。はいはい、アウトロー。あー、チャンスボール来ますよ。微妙に外れました。2ボール1ストライク。何に絞るのか。外のボール、右に持っていった打球だ。さあどこまで伸びるか。伸びるか。行った、入った、同点ホームラン。中田翔、右への一発。大谷の負けを消しました。第12号アブレイユに並ぶホームラン。4番の仕事を果たしました、中田翔。これが中田です。苦しみに苦しんだ石川から打ちました。大谷の負けを消しました。いやー、あのね、一塁後方にファール打ちましたよね。はい、まあ、守備体系や、はい、運が悪ければファールフライで終わってたところなんですよ。はい、あれがファールになった時にすごい雰囲気ありましたね。はい、いやー、 This is 4番というあたりですね。いやー、もう4番の仕事ですよ。ですよね。はい、まあ、今年はあの右へのホームラン当然あるわけですけど。